NHK 受信料、スマホ所持でも徴収へ、有識者会議の意見一致。NHK 受信料について、有識者会議が意見を一致させ、スマートフォンを所有している人にも徴収することが決定しました。これまでは、テレビ受信料のみを徴収してきましたが、現代においてはスマートフォンがテレビと同じく番組を視聴できる端末となっています。また、NHK の番組はスマートフォンでも視聴可能であり、公共放送として必要な受信料の徴収が求められます。今後はスマートフォンも含めた受信料の徴収が行われることとなります。NHK 受信料のスマートフォン徴収に対し、一部からは批判が出ています。スマートフォンはテレビと異なり、番組を視聴するためには別途アプリや契約が必要であるという指摘や、NHK 番組を視聴しない人もいるにもかかわらず、徴収されることに反発する声もあります。一方で、NHK は公共放送として必要な資金を確保するためには受信料徴収が不可欠であり、スマートフォンも番組視聴に利用されることが多いため、徴収対象とすることに合意したとのことです。今後も NHK 受信料について、議論や論争が続くことが予想されます。この決定により、NHK は受信料の徴収対象が広がることとなりました。また、スマートフォンを所有している人であれば、テレビを持っていなくても NHK の番組を視聴することが可能です。そのため、NHK はスマートフォンも含めた受信料の徴収を行うことで、公共放送の維持に必要な資金を確保することができます。一方で、スマートフォンを所有している人であっても、NHK の番組を視聴しない場合にも徴収されることに疑問を持つ声もあります。今後は、NHK の受信料について、より公正なルールや制度の検討が求められることでしょう。NHK 受信料のスマートフォン徴収に関して、新たな動きがあります。国会議員から、スマートフォンを所有しているすべての人に受信料を課すのではなく、NHK の番組を視聴した場合に限って徴収する方式を検討するよう求める意見書が提出されました。これに対し、NHK はスマートフォンもテレビと同様に番組を視聴するための端末であり、公共放送の維持に必要な資金を確保するためには徴収する必要があるとの立場を示しています。今後も NHK 受信料に関する議論は続きそうです。NHK 受信料のスマートフォン徴収について議論が続いています。一方で、スマートフォンの普及率が高く、NHK 番組を視聴するための端末としても利用されていることから、徴収対象に加えることは避けられません。今後、より公正なルールや制度を検討し、国民からの理解を得る必要があるでしょう。一方で、NHK は受信料の使い方についても議論を呼んでおり、国民の意見を反映した制度改革が求められています。